多肉を育てる環境については人それぞれですね、違うと思いますけど、こちらが朝の今7時ですね。こんな感じでですね、朝日が当たってます。今日はですね、この朝から夕方まで、我が家のですね、これまあメインの多肉灘なんですけど、一日をこう通じてですね、どういう感じの日の当たり方をしているか、ちょっとね撮影をしていきたいと思います。でそれによってですね、皆さんの、多肉を育てる環境それとどう違うか、まあ一つね、参考にしていただければね、いいかなということで、今日はちょっとね、撮っていきたいなというふうに思います。メインのね多肉棚は、こういう感じ、東、ちょっとこうね分かりませんけどね、こう東の方からこういうふうにこう日が当たって、まあこう南向きですね。はい、そういうふうにね、すごく、日がね当たりやすい、そういったようなね、条件の、場所になります。今の時間が、朝の9時半、こんな感じですね。朝日はこう斜めからね、日が入ってきますけど、もう9時半ここら辺になると、随分ね太陽がこう上に上がってきますので、斜めからこう日が差し込む、そういった感じはないですね。上からの差し込みにだんだんこうね、近づいてきてます。9時半こんな感じですね。今がですね、昼の1時、まだこんな感じですね。足元こういう風に日が当たってます。太陽はねちょっと映りませんけど、まあ高い位置にあるですので、まだですねこういう風にこう明るい、こんな感じ。これがですね、3時あたりを過ぎてくると多分ですね、この駐車場こういう風に照らされてますけど、こちらがね、かけてくるのかなと、そういったところに、なろうかなというふうに思います。今の時刻は、3時半ですね。先ほどはこうね、棚の手前、こちらの方にもあの太陽がね、よく当たってましたけど、この時間になるとですね、こんな感じでまだこちらの方はこう日が当たってますけど、棚の近くはですねこんな感じでこう陰ってきます。だから、まあそれぞれね、その家のこう環境っていうか、それがあの変わってくると思うんですよね。ですので、我が家は朝からこう日が当たりますけど、3時にはこのように陰ってくる。ですから、ご覧のね動画をご覧の皆さんも、自分の、家のこう環境はどうなのか、何時ぐらいまでよく日が当たるのかですね、で何時ぐらいから、日が陰ってくるのか、そういったことをこうしっかりね、掴んでいくこと、そういったことは、大事なんじゃないかなというふうに、思います。で、このようにですね陰ってきて、じゃあねこちらコンクリート触るとどうか、かなり熱いです。触ってみると熱い。よくね、夏のこうプール、暑くてそのままねこう歩けなかったですよね。ですから、そういった時にはねこういうふうに、まあ、いわゆる打ち水ですね、こういうふうにやると気化する時にですね、熱を奪いますんでですね、まあ、多少は、涼しくなる。まあ、ただねかなり熱せられてるんで、すぐ乾いてしまいますよね。で特にまだ日が当たってるこういうところに水やりしても本当意味がない。やるんであればやっぱこんな感じでね、日が陰ってるところ、ここだとこう多少ね、まあ多少じゃねえか、効果はあるかなと思いますけど、はい、日が当たってるところは日がね全部陰った後にやる方がねいいのかなというふうに思います。はい、こうやって水をやるとやっぱりね、ずいぶんねこう冷えてきます。それはねこう実感できます。ですからまあ
そこまでね効果があるかこう実証というかあれはできないんですけど、うん、まあこういったことはねあるのかなというふうに思います。今の時間は5時半です。5時半ともなるとですね、こんな感じでさっき3時半とは違ってですね、まあこちらの方少しねこう光がこうありますけど、ほぼもう全体的にですね、日陰、そんな感じになってます。こんな感じですね。こちらの方が西ですからね、こういう感じで先ほど打ち水しましたけどね、こちらの方さっき巻きましたけど、こっちとこうね手で触った感じやっぱね随分ね、こちらの巻いてないところのが熱いっすね。こっちの方がやっぱね、うん、気温が落ちてる。測れるといいんですけどね。だけどまあそうですね、こういうふうに打ち水をするんであれば完全にこう日陰になって、うん、こんな状態でした方がこうより無駄がないかなというふうにね思います。まあどこもベランダにしてもまあ一軒家とかにしてもですね、こういうふうにアスファルトもしくは、コンクリートでね、ある場合が多いと思いますんでですね、まあこういう時間帯にやった方がよろしいかなというね、そういうところです。それとまあさっき言いましたけどね、3時以降ですね、かなり風が吹いてきてます。ちょっと風の具合わかんないでしょうけどね、こちらの方、まあ南側、南からこう北に向けて北側の方からこう風が吹く、そんな感じに、ねなるかなというふうに思いますけど、はい、ですから、本当にちょっとこうね夏に弱いタイプっていうのは、こちらね、東側の棚、そっちの方に置くようにしてます。こういうふうにね風通しがいい、こういったところです。ちょっと散らかってるんでねあんまり見せたくないんですけど、奥の方にですね、プランター、はい、今ね乾かしてる、そういったところです。はい、こんな感じでですね、まあ一日こういうふうに家のね、配置、家がどこに立ってるか、棚がどこにあるか、そういったことによってですね、こういろいろ管理の仕方もね、変わってくるのかなというふうに思います。自分の場合がですね、朝から、まあ、日が当たるしてもまあ3時ぐらいでね終わっていくので、朝から晩まで日が当たってるわけじゃありませんけど、仮にね、朝から晩まで日が当たる、そういったところで育ててる場合は、やっぱ遮光ですね、まあ、自分これ 22% ですけど、かなり強めにやってもいいのかなというふうに思います。とまた別にですね、今度は、自分のところに日が当たらない、例えばその午前中しか当たらない、そういったところっていうのは、遮光をね今度はするべきではない、やめた方がひょっとしたらいい、そういったこともね、あろうかと思いますので、一度ですね、自分の環境、こう日の当たり具合、風の吹き方、そういったことをですねもう一回こう、一度その環境を見直してですね、多肉の育成、うん、人がこうやってるから、自分もするとかいうことではなく、自分の環境に合わせたですね、こう遮光の仕方とかですね、水やりの方法、そういったことを、考えていくと、まあ、いい結果にねつながるんじゃないかなというようなことで、今回の動画を終了したいと思います。動画をですねいいと思っていただけましたら、チャンネル登録などしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。